では、どうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に。とらえと挑む。では、まずご経歴をどうぞ。はい。ええ、山岡義昭三十一歳。住まいは広島県の尾道市です。 最終学歴は大学卒業。えー、現在の職業は株式会社瀬戸内百姓という会社を立ち上げまして、代表取締役しております。では、今回の希望金額と出資形態を教えてください。ええー、500万円で投資でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は、地元の道を若者も稼ぎやすい、住みやすい街にしたいです。令和の虎、その思いを。 金に帰ろうではオールアナシン新しい未来をつかみ取れキャッチハンドそれでは山岡さんの簡単な経歴を教えてください私も広島県尾道市で生まれ育ちましてそこから、えー、大学の方も広島県の大学を卒業しましたで22歳の新卒からサラリーマンを2年9か月ほどしましてで辞めた後にすぐに大阪で人材派遣の会社を立ち上げてそこで3年半ほど え会社を手伝いましてで、そこから帰ってきまして、広島県の尾道市ですぐに会社の方を創業しまして、今に至ります。えでは山岡さん、今回の事業プランを簡単にご説明ください新しい観光資源と、えー、私の新しい新商品の宣伝とかのために、新しいオブジェを作りたいです。 吉に悪いいい人はなこのレモンを使ってオブジェをっていう話なんだと思うんですけど今日なんか皆さんにちょっとあの飲んでいただきたいものがあるっていうことじゃないですか、はいったん順番あれですけどまず飲んでもらいましょうか、はい、お,いお酒入ってるから皆さん気が大きくなるかも分かんないから <laughs> ねわ <laughs> かりますいいですか これ何ですかこれはサントリーの水いという最近出たジンジャパニーズジンと瀬戸内の尾道氏瀬戸田さんの怪獣レモンを使ったワ、はいえー水んレモンサワーレモンソーダレモンソーダですねはい、はい、をまずは試飲していただこうかなと思いますそうですね、はい、じゃあ,あの順番に配っていきますいいんですか飲んでいわゆるこれはトラベロになってしまうんじゃないんですか <laughs> ベロベロにならなきゃ大丈夫なんですよ。じゃあ皆さんあの今日あの大浜さんがはい本家のトラデビューなんで。はい、はい、よろしくお願いします。大浜さんのトラデビューを祝して、はい、乾杯。寝ちゃう寝ちゃう大丈夫かな大丈夫かないた,い,たいただきます。いただきます。いただきます。やガス美味しいですね。美味い。うん美味しい。ありがとうございます。 ただ水が勝ってて、あんまりレモンが来ないですね。そうですね、一杯目は溶け出しで、まだレモンの氷が溶けきってなくて。はいうことか、レモンだ、氷、はい。これ、レモン氷。だレモン氷。レモンにして、はい、あのカットしたレモンに、さらにペーストにしたレモンを表面に塗ってまして。え<ー>凍らしてます。 などんどん味が出てくるんですねじゃあ頭の中のおかわりをしていただいはいはいはいちょっとね溶けてくる感じね感じたいんでちょっともう一杯飲まないとかねこれねおかわりちょっとすいませんほんとじゃあおいおい陣をしていかなきゃいけないってことですねここにすごくおいしいんでちょっとおかわり欲しいっすね尾道ん怪獣レモンを使ったレモンサワーにトラたちはメロメロ 開始早々場を動かす志願者続く議論でサズタバを動かせるかキャッチですね怪獣レモン一杯目からもレモン氷としてもお使いいただけるんですけど二杯目三杯目レモンが溶けていくにつれてマドラーですとかそういったまで潰したりしながら味の変化を楽しんでいただいたり 中のおかわりで同じ一杯でよりあの味の変化を楽しんでいただけるというような商品に提案をしていますでもこの氷を売りたいわけじゃないですもんねオブジェを作りたいんですよねそうですねまあけどこれを売らせる売るためにオブジェを作ってインスタ映えスポットみたいなのを作りたいっていうことですよね、はい、もう1個目は僕がオブジェを作ってまして怪獣レモン自体のこの,この背景になってるこれですねはい、はい これも実物、ちょっとまだ第一弾のものなんですけれど、<う>これの、またさらに大きいものをだ、第一弾が3メートルだから、これの5メートルバージョン、うんはい、なんかあんま差がない、もちろん見た目では、ね、インパクトあるんでしょうけど、はいま、けどねぼあの、すごいねあの、いいと思うんですよね、この商品売るために、そういうインスタ映えスポットとかで、なんか観光名所作って、はい、それであの集客しようっていうのは、めっちゃいいと思うんで、いいと思うんですけど、やっぱ5メートルで500万ぐらいかかるんですか。 そうですやっぱこうこ<の>なんかもっと大きいのとか、はい、3と5ってなんかもう3あるならいいじゃんみたいな<笑><笑>ちょっと思ったりも <laughs> 確かにそうですねもう実際このオブジェを置く際にも同じような意見を周りの方々にも言われまして、はい、これ作って意味があるのかとかもちろん言われました意味あるよねいや僕意味あると思いますよ結果置いてこれがしっかり、まあ、写真映えスポットになったりですとかでインスタグラム等で勝手にこう商品が広がるような <laughs> 観光客も楽しんでくださるし商品も 認知度が広まるようなものが一段でできたんですけど、うん、なるほど。だから今は三メートルで結構効果が出てると、はい、それ大きいですよね。はい、それが五メートルになると、まあさらにこうインパクトのある、<laughs> <laughs> なんで三と五でじゃ十とか二十メートル、まあ、まあなんかね確かに大きい気もします。大きい気もするんですけど、十二十だと結構高い。高いあのこれ実際にアイアン鉄でできてまして、これだけでも百から二百キロの間ぐらいの重量が、その重いあるんです。ね <laughs> なので、5メートルぐらいがその重量の支えきる限界の幅。なんですね。僕はわかんないですけど、とりあえずお代わりください。ゼミヤイさん、今500万おっしました。1000万です。1000万。はい。そっか。自己資金が500で。はい。うわ。なるほど。5メートルで1000万。はい。あの最後のページに。もうちょっと材質変えたらいいんじゃないですか。ええ。鉄じゃなきゃいけないんですか。そう。いろいろとあの樹脂だとかいろんな手段。 あると思うんですけれど倉敷市のアーティストの方が恐竜だけを専門に作られているアーティストの方がいらっしゃってその方に作っていただいてるんですけどでもう唯一無二の作品なので鉄じゃないといけないな、ね、で風化も楽しみたいというか海沿いにこれを置いてもらってるんですけど,ど、ね、潮風で錆びていくんですよね錆びていくとよりこう親和性が増してへ<ー>いいものに仕上がってくる,る錆びると親和性が増すんですか 錆びていくとこう風合いがまして化石っぽくなっていったりして味が出るんですね味が出ていって今2年目になるんですけど設置していやもうどん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 設置して 2, 2年目になるんですかそれ3メートルのやつ見に来る人に時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア株式会社サンエ38代表取締役竹内孝一 YouTube の可能性をいち早く見出しビジネス界に激震を与える好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー YouTube 界の対応はいかなては3者のやつ見に来る人に1,000万突っ込んだ方がいいっすよねあ<ー>5メートル作っても、はい、それを見に来るかどうかはまだ書けないわけじゃないですかだってそれ以外のプランが入ってないんで、はい、作るので満足になっちゃうっすよね、はい、でそれさ作ったら3メートルのやつは撤去するんですか同じ場所ではなくてえっ、ー、とプラン外イ補足のところにあるんですけどちょっと場所が ガソリンンスタンドみたいなところですよね、はい、この跡地の場所に設置をするんですけど、またちょっと観光客の動線が変わりますなんか気になったのが、このオブジェと商品が売れるっていうことが、なんかどう結びつくんだろうっていうのが、なんか素朴な疑問で、はい、なんか一応、このオブジェにちょっと足元にレモンがあるんですかね、これ。はい、なんですけど、この初年度120万、2期目1200万、3期目6000から1億。 の売上見込みってて書いいあるじゃないですか、はい、これはもともとこのレモンの商品をもともと持ってらっしゃって、はい、でそれをこのオブジェによってこの売り上げを立てられたってことですよねそうですね実質的にオブジェを置いたから売り上げが上がりましたっていうのは僕も証明はできない部分はあります<ー>なので投資でお願いはしてるんですけれど,、はい、どでもその一つ目の、えっと、オブジェを作った時にこれによって観光地になって結果的にその レモンの売り上げが上がったってことなんですよね。一度は上がってるんで相対的に上がっているとは思っています。この今の例えば三期目六千万から一億のうちどれぐらいがそのオブジェ効果によるものだとお考えなんですか？本当に全く相関図がオブジェを見たから買ったよっていうお声がないのでわからないんですけれど、二十パーから三十パーぐらいは効果があるとは思っています。<ー>オブジェのどっかにこのなんか動線があるんですかこの商品の？動線はここの設置している場所が一口島ってこのレモンが なっている生産地の場所に置いているんですけれど、この生口島って島並み海道っていう広島県と愛媛に渡るサイクリストの聖地の場所があるんですけれど、その方たちが自転車とか 125cc 以下の原付バイクしか通れない道に設置してあって、はいはい、もう観光では絶対に通らざるを得ない場所に設置をしています。<ー>なので、サイクリストの方が購入してくださっているので。まあ それが実績になっているのかなとは予測はしていますこれ商品の差別化っていうのは、はい、さっきの言ったそのペーストを塗るだけでそれ以外は何かあるのか今のスーパーさんだとかコンビニさんとかに売られているカットレモン、うん、で冷凍のものもちろんあるんですけれど、えー、国産のものはありませんで、うん、なおかつ尾道市の中でも生口島の瀬戸田というところがレモンの生産では日本一の土地でそこのものがこうまとまった えー、供給を量販店さんとかできないのでそこの部分でも産地の差別化がまずありますブランドの力として産地だけですよねほんなら産地以外での差別化っていうのは何か例えばこれはあのこのドリンク専用のカットレモンということでよかったですそれ以外では何か使えることはあるのですかそうですねこのレモン自体があの農家の方と飲食店さんがもともとレモンサワーのために改良したレモンでして。 で農薬をなるべく控えて皮まで食べられるっていうのと産地の特徴で糖度が9度から11度、まあ、スイカとかメロンに近いぐらいの糖度がその産地で作るとあるんですけれどその中でもその酸味と甘みとえぐみというのがレモンの中に主に入ってまして鍋だとか酎ハイとかに漬け込みすぎるとえぐみが出ちゃうんでちょっと飲めなくなっちゃったり食べにくくなっちゃうっていう部分の味がまず違う。 ところではあります山岡さんの立ち位置が分かんないんですけど僕は農家さん契約農家さんが行ってその間で仕入れさせていただいて販売店ってことですか、はい、で怪獣レモンというものの判件を僕の会社が持っていますななんんでで怪獣なんですそそもそもでレモン全体で40%ほどが規格外の商品っていうのが出ます J、JA、さんとかが買い取れない形が悪い見た目が悪いもの結局たくさん作ってもたくさん作っても B 品が多いから 収益につながってないその B 品の40%を僕がこう何とかして売るためにやってるのでレモンってあの黒点があったりこう傷がもう2箇所あると B 品になっちゃいます。えー、そうなんだ。でもう味は全部一緒です、うん、で、す。なんでこのレモンっていうのが本当にほとんどあのレモンについてる枝についてるトゲがあるんですけど自分で風に揺れたりして自分で傷をつけちゃいます。 で生育が大きくなっていってどん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 形が悪くなって中にはこのぐらいの<ー>なんかドリアンみたいなもも<ー>もううしいような形のものもできますでこういったものをこういっぱいあるんですよねもう,こう型が悪いものが。もなんとかして売りたいっていうのでこうまず子どもが見ても僕たち大人が見てもこうキャッチーだったりとかもしくは男性が女性に勧めやすいようなターゲットを 思ってまして、怪獣って名前を。その見た目が怪獣っぽいから、怪獣っていう名前を付けたってこと。となるほどね、いや、それは農家を救うよね。うんいや、本当、吉明いい仕事してるよ。<laughs> ああ、本当。いますうん、ただね、はいあ、あの、おかわりまだ。<laughs> うん、確かにい。いや、けど、味一緒で、はい、ね、あの、農家が困ってて。それを救うために怪獣レモンってして、売って農家さん救われて、こんな美味しいのができるってのが。うん いいよね。いい活動だと思うな。えっとハイさんから百万円出ました。さん <laughs> あのお代わりを持ってきます <laughs>。すいません。お手数おかけします。すいません。すいません。すいません。<laughs> その箱で売ってるんですか。はい。箱入りで生のものは販売をしています。いいよね。その形が悪いのを逆手にとってね。うん、怪獣で持っ,っ、ね、怪獣のオブジェ作るなんてさ、すごいじゃん。 商品ってインスタ今拝見したんですけど、はい、あの<自作> <laughs> 全部はいそうですそうですよねこれがこの生のレモン自体がベースにあってそこからの派生品加工して粉末にしたりとか果汁に絞ってし汁にしたりとかあとはペーストにしたり砂糖と1対1でつけたりスライスにしたりとかって、まあ、ここからこう加工品にしてってもともと設備のあるメーカーさんと共同でコラボレーションして 作っていますなので僕自身は今会社自体は完全に一人で<ー>もうデザインも、えー、外部委託専門のデザイナーさんとやってで原料も農家さんで加工もそういう地元の、えー、メーカーさんとやってどんどんスピード感を持ってなるほど,なるほどだからこの怪獣レモンの今インスタ見たらイカ天とか、はい、サイダーとか。はい っっっっててていいうのもいろんな商品をととにかく持ってらっしゃるってことですねちなみに味が変わらなくてそのゴツゴツしてるからリブランディングできてるわけじゃないですか怪獣っていうでちなみにその綺麗だって J におろしたら1個いくらでその箱に入ると1個いくらになるんですか中身が味は一緒なのにえっとエンドユーザーさんへの量販店への最終価格で言いますとこっちの方で、えー、明治屋さんとかに今日伺ったらだいたい4個3個で500円 こっちがでこれが、えー、と外品になるんですけど大体いいこれがもし量販店さんとかで売られるようになると、えー、100円いかないと思いますで僕この商品にして1個今1080円で販売してます<ー>、うん、10倍1個1080円 1> 1個 10, 10倍っすねご当地土産にしかならないですよねそれはいご当地の観光資源を作りたいって思いがあってまずは観光 の来てくだださった方だとか地元にいる方が手土産でこう持って帰っていただくような商品にもうターゲットを完全に絞って展開はしていってます40ぐらいが株式会社アドヨス代表高澤優樹。イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つモットーは責任ある自由人 誰にも縛られない発想で、タイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。四十パーセントぐらいが、ね、あのう、級品になっちゃうって話だったんですけど。はいはい、山岡さんみたいに、こうやって、あのこういうふうに売っていこうっていう活動をされてる方がいる一方で。他の四十パーセントの、そのレモンっていうのは、どういうふうな売られ方をされてるんですか。えっと、二パターンありまして、農家さんっていうのは、完全に J. A. 農協さんに一括で。 買い取っていただいて、その中でもう全部を一株に入れて振り分けられて A 品 B 品、あとで請求書が来るパターン。じゃあ B 品が40%あって、あら、こんだけっていうのが一パターンあります。<ー>そこはもう買い取り相場、本当にただみたいに近い価格で、もう勝手に買い取られてる。もう前もった許可がなく、んこんだけ B 品があるから買い取りますよっていうのはあまりないみたいです。うもう蓋開けたら金額が振り込まれてて、こんだけみたいな。っていうパターンと、もうレモン農家さんが自身で、 EC サイトだとかを立ち上げたりとかして、エンドユーザーさんに直接販売をされてるケースっていうのもあって、そこの方は農家さんが自身で努力されて、なるべく高く、直販だから安いけど量がいっぱいとかで販売はされてる、この2パターンが主に。じゃあ、B 級品が40%出る中で、自社努力をするしか、まあ、利益を上げるっていう意味ではないんですね、多分ね。 そうですね、いや僕この間ちょっと農家の人と喋ってたんですけど畑持ってるだから40%だろうが80%だろうが B 級で流れちゃっても国からお金が入ってくるから別に適当に作ってるんだみたいなことを言ってる人がいたんですよ、はい、でも農家さんって補助金が入ってくるからこの畑を手放さないんだっていうのを聞いてそういうか日本の変なこのルールみたいなのがあるんですよね。 山岡さんはその尾道を盛り上げ、要は地域活性をしたいのか、それともそのレモンを売りたいのかどっちもなんですけど、えー、レモンを売ることで僕が稼げる、今、僕31歳で、29歳で創業してるんですけれど、レモンを売ることで稼いで、地元でも稼げるんだよと、まあ、U ターンして、僕ら広島から東京、大阪に行って帰ってこない方、すごいたくさんいるんですけど。 いや地元でも3年4年5年経って帰ってきた時にあいつ稼いでたからまあじゃあ僕らも帰ってきてやろうかっていうようなまあ一個の僕が例にでもなれたら今のところそれが尾道じゃんあまりなくて20代30代で創業してバーッとやってる方ってほとんどいない2代目3代目4代目とかばっかりなんでなんでまあ本当両方って言ったら横張りなんですけどこのレモンを売って稼いで地元の復興にとか観光を盛り上げるために。 やっていますいや武井さんのおっしゃる通りやっぱ政治の問題もありますよね株式会社 FC チャンネル代表林直弘。年賞は衝撃のゼロ学生企業から快進撃フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよフランチャイズの王が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導く やっぱ政治の問題もありますよね。農協の問題とかね。だから、補助金があるからとか、農協があるからとかで、その、株式会社の自由化とかされないじゃないですか。そのね、あの農業を進出できないじゃないですか。はい、そこにめちゃくちゃ可能性あるし、もっと効率的にできるはずだし、本当に、あのー、この農業改革というか、農家を稼げるように、その地域を盛り上げるようにって言ったら、政治の力が必要な気がするよね。 吉明はその点どう思ってるのなんかちょっと複雑な気分になるんですけど、吉明は一あ、ごめん、山岡さんどう思ってますそれだから、<laughs> あ,<ー>あの、いやだから本当ね、高岸さんの言う通り、やっぱそれで補助金に甘えてたり農協の関係とかそ、ね、それをね、根本から変えなきゃいけないですよね。その現状のルールでは、この怪獣レモンはすごいいいと思う。 うん、このの現状ルルールだだ、はい、そあたりどう思います農業の問題点というかもう本当根本の根本を言うと林社長とかのおっしゃる通りもう大きな渦巻きを根っこから変えないとよくはならないんですけどじゃあみんながみんな僕みたいに1個1000円でレモン売り出したら多分普通の農家さんとか J さんって逆に困るみんな1個レモンで買えないと思うからこ,のこれのせいで根本的に値段が全体的に上がったからじゃあもうレモンが高級品になっちゃってとかなっても困る方も いらっしゃると思うんですよね大根は1本100円キャベツも1個100円とかっていう相場がある中で多分いろんな商売っていうのが成り立っていると思うんで現状のルールー内でできることをしていいくみたいなそうですねでも根本的なものはやっぱりあるような気がします尾道市長とかものすごい若者に寄り添ってくださって積極的にこう用地をあの提供してくださったりとかもう資産家の方とかから「ここ若いもんがやりたいけど貸しちゃれや」とか言ってすごいサポートを 今の段階では死もできる範囲ではしてくださってるのかなとは思ってるんですけど自分の一人でまずできる範囲から前例を作らないと死とか行政は補助金とかっておろ,ろしてくれないんですんだってさこの山岡さんがやろうとしてるこの怪獣のオブジェは市が作ってくれたっていいよね,ねだからよくインスタ映えスポットだよね彼のこの今日のねあの新しい未来っていうこの,この文章にもなんか象徴されてるようでさっきの武さんの質問に関しては。 やっぱこれが彼の答えなんだろうなと思いますねレ,レモンで稼ぎたいとかじゃなくてここなんだろうなっていうのはほろ酔いムードで続く議論しかし虎たちの牙は鋭く光る地元への思いをぶつける志願者の挑戦後半戦で一体どう場を動かす物語の行方を見逃すな インスタも、そのオブジェを作ろうっていうのも自分で考えて。あんまり相談しないです。ええ<ー>、僕は申し訳ないですけど、それがめちゃくちゃダサいなと思って。